のの上乗っってて暴れている男性、一体何が起こったのでしょうかタイで母親像が排水路に閉じ込められた赤ちゃん像を助け出そうとし自分まで閉じ込められてしまった事件が起きました偶然この光景を目撃した旅行者たちが近くの国立公園に助けを求め獣医やスタッフたちがウの救出に取り組みました 幸い、母親像と赤ちゃん像は救出されましたが母親像の心臓は止まってしまいましたそこで人々が母親像を救おうと心肺蘇生を行いましたが象の心拍は戻ってきません。その時一人の男性が像の上に乗り再度心肺蘇生を始めました数分後母親像の心拍は戻り目を覚ました母親像は。 赤ちゃん像と一緒に無事自然に戻ったそうです。本当に良かったです。